こんにちは、こじこじです。今回は秋月電子のジャンクの電子部品が大量に入ったお楽しみ袋、福袋を開封していきます。電子工作好きな人にとってはね、結構ラッキーな福袋、お楽しみ袋なんですけども、何が入っているんでしょうか。早速ですが、こちらが秋月電子のジャンク電子部品がこういった感じで大量に入ったお楽しみ袋です。こちらのものに関しては新春の福箱に入っていたものなんですけども、福箱買った時にもこういった感じで1000円のお楽しみ袋たくさん売っていました。それでは早速開封していきます。電子工作始めるまでは全くね、見向きもしてなかったんですけども、10年前ぐらいだともう一回り大きい袋でね、1000円とかで売ってた感じがします。今電子工作するようになってね、こういうのやっぱり楽しいですよね。それではなんか LED 的なのがあるので出します。まず赤の LED ですね。電源とかの LED、 赤 LED 多いので、まあ使えるって使えるかなっていった感じがします。袋に入っている LED なんですけども、 QTY10 個入りでカラーが赤と書かれています。やっぱり赤 LED なんだ。でもこういった感じで、ね、中が赤に光るタイプです。続いてこちらいいですね。デカめのソケット、40ピンのソケットかな。意外にこういうのって使ったりするんですけども、こんなでかいソケット初めて見ました。このサイズ感すっごいな。ちょっと中身開けるかな、気になる。中身開けます。中身なんですけども、やっぱりねこういった感じで普通の多分40ピンのソケットなんですけども、すっごい高さだな。高さこんなに出す必要あるから、何用なんだろう。分かる方いたらコメント欄でね教えていただけると非常に幸いです。それでは袋に入っている系 LED、 もう何袋かありますね。 LED からいきます。3つ目なんですけども、こちらも10個入りでカラーがレッド、さっきの LED と一緒のサイズですね。もう一つ QTY5 個入りでカラーホワイトで、サイズ感はこういった感じのものが入っています。あ、確かにこうシール貼ってますよね、店頭では、赤とか青とか。それでは引き続きちょっと分かりやすそうなこちら、基板用の電解コンデンサーと、袋越しなので見えるかわからないんですけども、220マイクロの16ボルトです。結構使うね容量なんじゃないかと思います。続いてちょっと当たり系じゃないですか。もうこれで元取れます。 GPS モジュール1000円、ジャンクのため返品できませんということで、あーやばい、ちょっと嬉しい。昔ねアルデュイーノで GPS ロガーを作ったことがあるんですけども、やばい、 GPS モジュール結構高いんですよね。いつ頃のだろう。ちょっと型番とかねチェックしていきます。ちょっとメーカー名聞いたことないんですけども、多分シロコムの 580B です。使い方としましては、こちらにね端子がついているので、専用のケーブル使って電源流すと勝手にね GPS のデータ取ってくるので、マイコンとかを使って制御して、それをねテキストとかに残すと GPS ロガーとかが作れるといった感じです。後ろ面こういった感じとなっています。ちょっとなんかうっすらメーカー名書いてあるかな。あとここに電池が入ってるんですけども、多分電池が切れてるとかでジャンクとかなんだと思われます。インターネットでシロコム 580B で画像検索したところ、こちらオークファンが見つかりました。写真を見る限りでは同じ商品だと思われます。名前に関しては秋月電子 GPS モジュール GT720F とのことです。続けて GT-720F で検索したところ、同じ商品の画像がたくさん出てきたので、どうやらこれで間違いなさそうです。ちょっと個人的に GPS モジュールは当たりな感じがします。これは嬉しいですね。それでは続いて、もう手前に見えてるでかい系いってみます。ただの液晶のモジュールかなと思ったんですけども、なんか下の方にマイコンつけられそうな感じがします。これもちょっと開けてみます。何なんだろう、いいですね。この何なんだろう感がすごくいいですね。中身なんですけども、こういった感じのものが入っていました。完全にねこの液晶外れる感じですよね。うん、外れますね。後ろでこういった感じで20ピンとかかなで止まってる感じですね。基板本体はこういった感じで3480BPS なので、多分シリアルとかだと思います。ボーレートの数値とかかな。後ろ見ると多分ここになんかマイコン乗せるんですよね。マイコン乗せるのは分かるんですけど、何のマイコン乗せるのっていう話。型番というかそれっぽいのが記載されていて、ちょっと検索してみます。インターネット検索したところ、グラフィック LCD 組み込みキットということで、
どうやら同じ商品じゃないかと思われる PDF 見つけることができました。こちらピック搭載されていたみたいで、シリアル通してパソコンから何か映像が表示できるみたいです。結構なんか遊べそうですね。続いてなんかこの青い袋に入った三端子レギュレーターなのかな。でも足2つしかないな。すげえ小さいんですけど見えますでしょうか。 IRFW540A ということで、秋月電子公式で検索したところそのまま商品出てきました。パワーモスフェットということで、こういった感じですね。4つ入りで200円。ちょっと個人的には使い道ないかなって感じなんですけども、部品のストックとしておきます。それではまだ LED 入ってました。 LED こちらも10個入りのカラー赤ということで、赤 LED 超いっぱい手に入っちゃいました。続いてこちら、うわこれ何、こんな肌するんだろう、すごいな。しかも両面実装できる感じですね。何か作ろうと思ったら作れると思うんですけど、こんな細かい回路作れたらねかっこいいですよね。何作ろうかな。これはこれでちょっと楽しみな一つですね。それではなんかちょっと部品系なんか2つ同じのあるので出してみました。メーカー名コスエルかなんかの 5V が入ってアウトが 5V300mAになるというなんか謎のアイテムですね。メイドインジャパン。後ろ側こういった感じで、何なんだろう、ちょっとインターネットで調べてみます。インターネット調べたところ、こちらメーカー名コーセルっていうメーカー名みたいです。 DC-DC コンバーターみたいで、この0505って書いてある位置が何ボルトから何ボルトに変換するみたいな感じで、5V5V に変換するものなので、あまり使い道ないかなといった感じです。だいぶ中身少なくなってきたので寄ってみました。続いて基板直付け系のこちらのアイテム、YMC の541ということで、こちらもちょっとネットで検索しないと全く想像もつかないです。先ほど YMC の541と言っていたんですが、実は VHC の541だったみたいです。こちらロジック IC ということで、足が20本生えてるロジック IC 初めて見たかもしれません。こちらは多分使うことないかなって感じがします。それでは中身もう少ないので全部バーって出しちゃいたいと思います。とりあえず出してから中身見ていく感じで、ということでね、こんな感じです。また LED 入ってました。10個入りで赤ですね。赤多いな。赤そんなに余るのかな。なんかちょっと悲しくなってきちゃいますね。ピンヘッダですね。2列の通常のユニバーサル基板で使えるピンヘッダなので、まあ結構電子工作してるとね使うんじゃないかなと思います。まあ、個人的には2列よりね普通に1列タイプのが入ってると、まあ汎用性高いのかなと思うんですけど、これはこれでねそれなりに使えると思います。続いてこちらですね。こちら分かる方は分かると思います。ちょっと僕も使い方は分からないんですけども、開け方こうなのかな。はい、こういった感じの何ピンだろう、20ピンの IC を焼くためのね、ロムライターとかで焼くときってこういうね足に変換しなきゃいけないので、はい、変換結構いいんじゃないかな。高級品だと思います。まあ、多分合ってるはずです。続いてコンデンサーがいくつかある感じがするので、コンデンサー拾っていきます。コンデンサーまずこのでかいのと小さめのもねいくつかさっき見ててあったので拾っていきます。他にコンデンサーはこれとこれ、あ、これもか、小さいな。フィルムコンデンサーもこっそりいくつか入ってますね。コンデンサーって結構電子工作してると使うので、こんなんね何本あってもねいいですね。はい、結構コンデンサーあります。本当はもうちょっと中あるかなって感じがするんですけども、はい、結構いいですね。50V の 2.2μ とか、こちらのでかいの多分使わないと思うんですけど、 50V の 2200μ、 一応日コンなのでパソコンの電源系とかコンデンサー壊れてる時とか使えるかなといった感じがします。続いてこの緑色のジャンパーピンだと思うんですけども、袋とか入ってなくて大量にねこうぶちまけられちゃってるので、ジャンパーピンだけね拾っていきます。ジャンパーピン、なんでこんな大量にあるんでしょうか。たまにパソコン自作しててマザーとかケースのね
ジャンパーケース、ジャンパーないか、はい、ジャンパーピンなくてね困ったりするんですけども、こんだけジャンパーピンがあったらねもう一生困らない感じですね。ジャンクのマザーボードとか買うとジャンパーピン足りてない時とかね、ついてない時とかあるんですよね。あれ一体どうしちゃったんだろう、ジャンパーピン勝手に取っちゃってんのかな。ということでジャンパーピンこんなたくさん入ってます。もう個数数えるのめんどくさいんですけども、ぴったり30個入ってました。スタッフの方30個入れてくれたんですね。はい、ジャンパーピン30個、とりあえずジャンパー袋に入れてね保管しときたいと思います。続いて気になるのが緑色のスイッチですね。タクトスイッチですかね。これもなんかやたら入ってる感じがします。タクトスイッチも入ってる。何個入ってんだろう、10個ぐらいかな。個数なんかちゃんとしっかり数えて入れてそうな感じします。これで終わりかな。これで終わりですね。何個あるか、11個、ちょっと中途半端なんですけども、タクトスイッチ11個。まあこれもね、アルユイノとかマイコンで遊ぶと結構ねスイッチ使ったりするので、まあ、便利っちゃ便利ですね。続いてなんか細かいね可変抵抗なのかな、なんかボリュームっぽいのいっぱいあるので、これちょっと出していきます。ピックアップですね、出すというか可変抵抗だと思います。でも容量わからない感じなんですけども、なんですかね、基板にそのままついてる的な可変抵抗ですね。うわすげえ入ってんな、何個入ってんだろう、ものすごいよ。変な笑いが出ちゃう、ちょっとちょっと手からこぼれ落ちる、こんなに入ってるかな。可変抵抗なんですけど2種類で、黒が103の10キロオームで、白が501の500オームの可変抵抗となっています。10キロオームは結構使うのでね、黒いのなかなか使い勝手いいんじゃないかなと思います。とりあえず可変抵抗も袋に入れて保存しておきます。続いて気になるのがこの何ですかね、なんだっけ、ダイオードじゃなくて、なんだっけ、ちょっとダイオードですね、多分ダイオード、これが大量にあるんですよね。ちょっとこちらも全部一回集めて、落ちちゃったよ。わあ、コンデンサーまだあった、セラコンがあるか、うわあ気づかなかったな。超大量に入っていたダイオード RU20A でした。こちらについてはちょっと詳細は調べず、そのまま袋詰めして保管しておきたいと思います。ちょっといくつかセラミックコンデンサーも混じっていたので、ちょっと回収していきます。コンデンサー、セラミックコンデンサーは最近あんまり使わないかなといった感じがします。セラミックコンデンサー、そうですね、セラミックコンデンサーがこんな感じで、茶色いのが1キロオームで、ちっちゃいのがちょっと容量39って書いてあるんですけども、まあいいや、後で調べます。残りもねこんだけとなってしまったので、ちょっとでかい系いってみます。こちら、おいしょっと、おマジか。ピックのマイコンなんですけども 16C の 64A20ピンということで、先ほどのグラフィック LCD にもしかしたら付けられるやつですかね。詰め方がちょっと詰め方なので、何箇所か足曲がっちゃってるんですけども、まあジャンクなので曲がってるうちに入んないといえば入んないかもしれません。とりあえず先ほどのグラフィック LCD のところに乗せてみたんですけども、ピン数が合ってるので一応ね搭載はできる感じなんですけども、使用書がないのでね、本当にこのピックマイコンで大丈夫なのかはちょっとね後々調べていかなきゃダメな感じですね。続いて袋に入っているこちらなんですけども、300円、セラミックフィルター 450kHz プラマイ 10kHz ということで、10個入りで300円、1個なのでまあ30円ですね。そんな高い商品ではなかったです。ぬか喜びしたみたいです。続いてチップヒューズ4個入りで100円ということで、72V 45mΩ 定格 1.6A ということです。ちょっと使いどころ難しい感じですね。続いてこちら、なんだろう、基板に直付けするコンデンサーかなとも思ったんですけど、ちょっと違いそうですね。模様入ってるのでダイオード的なそういったものなのかな。もし分かるかと言いましたらコメント欄にコメントください。それではさらに寄せてみました。小さいね IC がいっぱいあるので、小さい IC をね拾っていきます。どっから出てきたんですかね、この IC も。なんかすげえ謎いですね。とりあえず結構入ったんですけども、 NEC のチップにロジック IC、 そして
これだけオペアンプかな、なんかオペアンプ的な IC があります。そして NEC の D4040、 そしてピックに AVR アルデュイーノ系のマイコンですね。そしてこれが何なのかちょっと分かんなかったりするんですけども、すっごいですね。どっからこれ持ってきたんだろう。残りこういった感じでちょっとごちゃごちゃしているので個別に紹介しないでこのままね終わりたいと思います。こんな感じの様々な電子部品が入っていたんですけども、個人的には GPS モジュール、グラフィック LCD の開発環境、そしてロムライターの変換ピン、この3つでね十分1000円の、ね、元は取れるんじゃないかと思います。今年はねこれから月1ぐらいで電子工作をね復活したいと思っているので、この動画が面白かった、続きが気になるという方はね、チャンネル登録グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらに前回前々回の動画あるんですけど、まだ見ていないよという方いましたらぜひぜひ見ていただけると非常に幸いです。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。